ある休みの日、俺は妻と一緒に趣味のモデルガンの手入れをしていた。我が家は夫婦でミリオタで、家にはサバイバルゲーム用の装備はモデルガンが揃っている。ちょっとコンビニでお弁当とおやつ買ってくるけど、なんかいる？あー、じゃあ唐揚げ弁当とコーラ。じゃ、行ってきます。妻はそそくさと準備をし出かけていった。最寄りのコンビニは自転車で5分程度のところにあるので、妻が帰ってくるまで15分から20分はある。そこで俺はあるいたずらを思いついた。サバゲの装備で嫁を待ち伏せて驚かせよう。きっとびっくりするぞ。嫁が驚く顔を想像しながら準備をし、リビングの扉の前で待機していた。あと10分で着くかな。すると予想の時間より随分早く嫁が帰ってきた。よーし、手を挙げろ。さもないと撃つぞ。ギアー。え、は、は、え、え、は、何このおばさん、誰、ひー、え、気絶、え、何なの、何これ、どういうこと。ただいま。ごめん、私玄関の鍵閉め忘れて出ちゃ。嫁ー。わ、何これ、誰この人、なんで寝てんの？実は。は？とりあえず、救急車と警察。あ、そっか。その後、救急車と警察が駆けつけ、おばさんは気絶したまま搬送されていった。しかし、はあ、それで女性が驚いて倒れた、と。それにしても、この物騒なレプリカの山と、その格好は一体、ちょっと詳しくお話を聞かせ願えますか？ああ、これはですね。まあとりあえず、一旦署まで来ていただいて、さすがに疑われても仕方がないと、うろたえていると。どうしてですか？え？これはこの人の趣味のサバイバルゲームの格好です。確かに今回はお騒がせしましたが、こちらにしてみれば、不可抗力です。自宅で家人がどんな格好をしようと本来自由なはずですよね。はあ、そういうことでしたらもう結構です。とにかく戸締まりは厳重に、自衛も大事ですのでよろしくお願いしますよ。嫁のおかげで連行は免れた。そして後日、本当にすいません。おばさんの旦那さんと名乗る人がものすごい勢いで謝りにやってきた。この度は妻が大変なご迷惑を。え、あの、ちょ。俺たちはおばさんの素性を知ることとなる。実は、おばさんは人の家に勝手に入り込んでは物を盗んだりくつろいだりする常習犯で、精神の病気なのだそうだ。何度も警察にお世話になっているらしく、旦那さんは俺たちが完全に被害者であることを認めてくれた。妻は殺されかけただの、何だのと騒いでおりますが、本当にきつく言って聞かせますので、何卒。俺も結果的にだけど、気絶させてしまったことに負い目を感じていたので、うちも大ごとにするつもりはありませんので、とにかく今後、奥様に家に近づかないでいてもらえれば、それで。ということで丸く収まったが、それにしてもまさか嫁の代わりに知らないおばさんを脅かすことになるとは。最終的に嫁の驚く顔を見れたが、思っていたものとはだいぶ違う展開になってしまったのだった。